뇨뇨뇨뇨뇨 브로콜리뇨. 하지메르뇨. 이랬어마세뇨. デジコのスペシャルスマイルで落ちないやつはいないにゃ。 バカだに。 ちょっとデジコ、 いい加減掃除手伝いなさいよ。 なんか頭が痛いにゃ。 あんた昨日もそう言って逃げたでしょ。 うちなんか背中やればいいにゃ。 嘘だって言うなって言ってんでしょ。 やう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 や。 いらっしゃいませに。 冷やかしたね。 대지고 わからない。 待ってたにゃ。大女優はこの私にゃ。
今の。最後に異世界から来た者たちよって。怖い。ここなんだか怖いよ。ここが秋葉原？この世界を鈴の音がして、この世界を救ってって。これからどうするの？
おじさん、いいのある？あら、見かけない顔ね。この子たち、おじさんの知り合い？君たち、どこから来たの？秋葉原？それどこ？不思議なこと言う子たちね。変なの。君たちみたいに変な子は神社で一度お祓いしてもらったらどうかしら。つきものが落ちるか、神主さんのきついお説教で。きっと素直になれるわよ。どうしたの？うん、あれ、知ってる気がする。
違う。ご奉仕にいらしたのですか？ご奉仕にいらしてくださったのですか？それでは、あなた方は秋葉原というお国からいらして、それで帰る方法を探してると、こういうわけですね。とにかく、大変な目に遭われたのですね。しかも、あちらの方は記憶喪失だなんて。あの方はおいくつなのですか？デジコ様とおっしゃるのですか？私より年下ですので、おかわいそうに。14歳ですわ。私、ひなぎくと申します。ここで、巫女をいたしております。まだ修行中の身なのですが。構いませんよ。確かにうちは古くからありますし、昔からの文献などもたくさん残っております。そうですね、私にはわかりませんが、父なら何か知っているかもしれません。
習をしております。とにかく父に聞いてみましょう。こちらにいらしていただけますか。私、こうしてる方がいいよ。どうかなさいましたの？それならいいよ。これは私の母です。母はとても力の強い巫女だったんです。でも私はあまり母には似なかったみたいで、そうですね、頑張るしかないですよね。なるほど。それであなた方は元の世界に戻る方法を探しているというわけですな。
しかし残念ながら人の記憶を取り戻すという方法は存じませんな。しかし蔵にある書物を調べてみれば何か手がかりがつかめるかもしれません。もちろんですとも。しかし少々お時間をください。その間このあばら屋でよろしければお滞在いただいても結構ですよ。ひなぎく、お客様のことはお前に任せる。しっかり頼むぞ。承知いたしました、お父様。ひなぎく、それより地震やんだのかな。やれやれ、やっと収まったか。今回は随分大きかったな。頻繁に起きるようになったのはここ1週間ほどですかな。こんなに大きな揺れは初めてですが。何かとてつもなく悪い予感がするのです。地震はその前触れに過ぎないような気がします。8年前の再来だとしたら、私にはどうすることもできない。お母様、いや、これは気がつきませんで失礼しました。さあひなぎく、早くお部屋にご案内して差し上げなさい。あ、はい、申し訳ありません。
らへどうぞ。こちらのお部屋をお使いください。続き部屋になっておりますので。すぐにお食事をお持ちいたしますので。これ、何？ごめんなさい。そう。ねえ、私もしかして何か頭につけてなかった？その帽子ってどれ？つけてみようかな。そっか。ごめんなさい。大丈夫ですか？申し訳ありません。そんなにお腹が空いていらしたのに、お待たせしてしまって。
リボンを召し上がるのですか？わかりました。ではお食事がお済みになったら客間の方へいらしていただけますか？どんどん召し上がってくださいね。おかわりはいかがですか？あ、私も。では、後ほど。お待たせいたしました。デジコ様にはこちらがお似合いだと思いますわ。母のものなので古くて申し訳ないのですが、よろしければ差し上げますわ。使ってくださった方が母も喜びます。他にもまだありますから気になさらないでください。母は手作りが趣味でしたから、このようなリボンをたくさん持っていたのです。私は不器用で、あまりそういったことは得意じゃないんですけれど、でもその分、母が私にいろいろ作ってくださいました。早くデジコ様にリボンを。いえいえ、私が頭につけてたのってこんな感じだったの？
もこんなところでどうしたの？だから昨夜はぐっすり眠れたんだね。ありがとう。あのね、朝ごはんができたんだって。行こう。それでは参りましょうか。うん、気をつけてね。いってらっしゃい。レジコ様、あのリボンをつけてくださったのですね。これ、つけてくれる？ありがとう。とってもお似合いで可愛らしかったですね。違います。そういうお客様ではありません。私は神に仕える身です。そのような。お気になさらないでください。こちらにいらっしゃるのはひなぎくさんじゃありませんか？これはセシル様、こんにちは。こんにちは、ひなぎくさん。
いいお天気ですわね。あら、お隣の方はどなたですの？まあ、そうですの。ひなぎくさん、隅に置けませんわね。違います。この方は異世界から来られたお客様で。するとこの方が地震を起こしているんですよね。村の人たちはみんな言ってますわ。この頃の地震は何かおかしなことの前触れじゃないかって。8年前に村がめちゃくちゃになった時とそっくりじゃないかって。そんなことありません。そんな方と私が一緒に歩いているわけがありませんわ。そうですわよね。そんなわけありませんわよね。セシル、どこだ？いけない。追っ手が来ますわ。それでは、ごきげんよう。相変わらずですわね、セシル様。それでは、参りましょうか。母を亡くしたんです。構いませんよ。そんなにお気になさらないでください。さあ、もうすぐ森に着きますわ。デジコ様のお帽子、すぐに見つかるといいのですが。
見つかりました？大丈夫ですか？危ないとこだったね。僕のおかげだよ。そこに落ちたら生きて地上には戻れないんだよ。すみません、こっちに竜の口があるのをすっかり忘れてました。元気にしてた？ウェンディ様、お久しぶりです。助けていただいてありがとうございます。相変わらずお元気そうで何よりです。僕はいつも元気だよ。ねえ君、何やってるか知らないけど足元をよく見ないと竜に食べられちゃうよ。この穴は昔大きな災害があった時に村のあちこちでできた穴の一つで、ここからすごい炎が立ち上ったのです。それ以来これらの穴は竜の口と呼ばれ、村人に恐れられているんです。村はそのおかげでひどい被害を受けました。ええ、でも今穴はすべて払い清めてあって何ともありません。ですが、はい、何か関係があるのではないかと父は言っております。万が一そうならば大変なことになりますから。そんなことよかさ、ひなぎくもこんなところで何してんの？あ、はい、ちょっと探し物を。そうですわ、この森はウェンディ様にとって庭みたいなもの。きっと探し物について何か知ってらっしゃるかもしれませんわ。探し物？
僕の帽子だよ。絶対にあげないんだから。なんだか変な帽子だね。でも僕そんなの見てないよ。そうですか。仕方がありません。一旦村に戻りましょう。もうそろそろお昼ですから。そうだね。僕もお腹減ったから帰ろっと。じゃあね、ひなぎくん。バイバイ。もしかしたらデジコ様の記憶を元に戻す方法が見つかるかもしれません。はい、村にカレラ様という方がいらっしゃるんです。カレラ様なら記憶喪失に効くお薬などご存知かもしれませんわ。あんた誰？カレラ様、こんにちは。あら、ひなぎくじゃない。久しぶりね。珍しいわね。どうかしたの？あ、立ち話もなんだし、入って。記憶喪失を治す薬？なんだ、そんなもんでいいの？それぐらい朝飯前よ。この彼らさんに不可能はないわ。お任せ。よかったですね。
確かあの本に製法が載ってたんだと思うんだけど。どうでしょう。私、お薬のことは専門外ですので。じゃあ、試してみる？私のことを信用できない人に薬を作ってあげるわけにはいかないわ。悪影響があるかどうか自分で確かめてよ。遠慮しなくてもいいわよ。ちょうど私も実験台が欲しかったとこだし。ないわよ。ダメよ、男の子はもっと体力つけないと。よく見たら手足も細いし、そんなんじゃ神社の階段も登れないんじゃない？おすすめなのがこの薬。滋養強壮肉体疲労時の栄養補給に抜群の効果。飲んだらすぐに元気もりもりよ。どうなるのかしら。でもあなた、私に協力してほしいんでしょ？こういう反応が出るってことは、あれの比率をもう少し増やした方がいいみたいね。メモっとこ。よかった。心配しましたわ。Thank you.
体の調子良くなったでしょう。錬金術師の凄さ、分かってもらえたかしら。ちょっと、あなた今、錬金術をバカにしたわね。よく知りもしないでそういう偏見の目で見るのはやめてくれない？世界征服よ！世界中の人間がこの偉大なる天才錬金術師彼ら様を崇め奉るのよ。まずは全長50メートルの銅像を建てて、お話のお邪魔みたいですし。それでは彼ら様、失礼いたします。さらに人民の食文化も錬金術的に統一し、毎日のおやつには芋羊羹を。おかえりなさい。帽子見つかった？そっか、見つからなかったのか。申し訳ありません、デジコ様。私も探したのですが。ううん、いいの、気にしないで。ありがとう、ひなぎくさん。それよりお昼ご飯作るの私手伝う。そうですわね。ではよろしくお願いいたします。探し物はお昼をいただいてからまた考えましょう。お口に合いますか？たくさん召し上がってくださいね。母みたいに料理上手ではないんですけれど、量だけはたくさん作りましたから。それにデジコ様も手伝ってくださいましたので。
レジコ様、どうかなさいました？なんでもない。失礼いたします。入ってもよろしいですか？なんで万歳してるの？私、すっかり忘れていましたわ。申し訳ありませんでした。しなくては。実は今朝私たちが出かけた後に父が村の主だったものを集めて会議を始めたらしいのです。何かあったのかもしれません。なるべく早く戻りましょう。あそこが保安官事務所ですわ。
無銭飲食は立派な罪よ。そんなことも知らないの？だってお腹が空いてたんだもん。そこ正しく食べなくちゃ、私の素晴らしいスタイルはキープできないの。アイドル稼業は大変なんだからね。アイドル？何よそれは。話をそらさないで。何よ、あんたアイドルも知らないの？試し食いはやめろって言ったアニ。あの、どうかなさったんですの？宇佐田様とおっしゃいますと？お金を払えと言ってるでしょ。そうしたらすぐにでも出してあげるわよ。お金なんて持ってるわけないじゃない。私はアイドルなんだから。アイドルは財布なんて持たないのよ。だからアイドルって何よ。わからないこと言ってごまかしても無駄よ。アイドルはアイドルよ。私みたいに可愛い子アイドルっていうのよ。あんたって無知ね。なるほどなるほど、あなたみたいな犯罪者をアイドルというわけ。犯罪者って何よ。人を侮辱するのもいい加減にしてよね。あの、だから無銭飲食するやつは犯罪者だと言ってるでしょうが。だからアイドルはお金なんて持ってないんだってば。あの、もしもし、すみません。お金を払わないんならずっとそこにいてもらおうじゃないの。こんな質素な部屋に私を閉じ込めとくっての？それこそ犯罪よ。
すみません、エリカ様、その方たちは私のお客様なのです。お代はお支払いしますので、牢屋から出していただけませんか。これに懲りたら無銭飲食なんか二度とするんじゃないわよ。大きなお世話よ。いいだ。ね、あんたたち誰よ。どっかで見たことある顔してるわね。ああ、あんたゲーマーズの常連じゃない。しかもデジコファンなのよね。らしくデジコがいる時を狙ってレジに来るんだから。こっち慣れ慣れしいにゅ。それはそうと、あんた元の世界に戻る方法知らない？いい加減うんざりしてるのよね。お腹は減るし、お風呂には入れないし、おまけに牢屋なんかにぶち込まれてさ、大変だったゲンマ。臭い飯食べたにゃ。デジコ？デジコがどうしたのよ。私たちを元の世界に戻しなさいよ。デジコも無事だったゲンマ。簡単には死なないにゃ。しぶといにゃ。あたしと話してる時によそ見すんじゃないわよ。
あんた体力なさすぎるんじゃないの？元の世界に戻ったらラジオ体操くらいしなさいよね。老人体力だね。お先行ってきます。境内で何かあったのでしょうか。いつもより騒がしい気がしますし。はあ、デジコ、あんたったらこんなとこでもアイドルの座を狙おうって魂胆なのね。その根性、我がライバルに不足なし。あたしもやるわよ。お守りですね。どうもありがとうございます。あ、そこの人、割り込みはダメよ。順番はきちんと守って仲良くね。記憶喪失？だってあんたさっきまでいつもと同じように店番してたじゃない。本当に覚えてないゲマ。かわいい。デジコがゲマをかわいいですって。と鳥肌ゲマ。やっぱり変に。あんたひなぎくとか言ったっけ。確かこの神社の巫女だって言ってたわよね。あ、はい。なんかこう神通力とかさ、不思議な力とかでデジコを治せないわけ。え、あのそれは。はっきりしなさいよ。私たちを元の世界に戻したりできないの？あの、私ができるのはせいぜい占いとお祓いぐらいなんです。それっぽっちしかできないわけ？なんだ。申し訳ありません。
ど、何度占っても見えてこないのです。今朝探しに出かける前にやってみたのですけれど。あんたってその程度なんだ。私、お茶を入れ替えてまいります。どうやったら元の世界に戻れるのかしらね。日頃の行いの報いにゃ。何よ、あんたたちだって私の後を追っかけてきたくせに。まあアイドルに追っかけはつきものだけど、あんたたちじゃね。こいつ言ってる意味分かってないにゃ。ウサダの方が後から来たような気がしたでゲンマ。ウサダって呼ぶなって言ってるでしょ。いいえ、宇佐田様がおっしゃることはごもっともです。母のお墓なんです。私の母は8年前に他界しました。はい、私が言うのもなんですが、母は本当に素晴らしい巫女でした。魔を払う力がとても強くて、よく境内で覇者の舞を舞っていたのを覚えています。綺麗な衣装をつけた母が夕日を浴びながらふわりふわりと舞うのです。そして手に持った鈴の音に呼応するかのように清らかな空気が辺りを包んでいくのです。その母の姿は子供心にもとても美しくて、私は母に憧れました。あの頃の私は母のような巫女になれると信じて疑っていませんでした。
ですけれど、今の私はダビアンローズ様のおっしゃるように占い一つ満足にできません。母に教わった舞も私では何の効果もないのです。いずれは母の後を継がねばならない身ですのに、このままでは私父にも申し訳なくて。私、デジコ様やウサダ様、ダビアンローズ様がとても羨ましいです。あんな風に誰とでもにこやかに会話ができるなんて。ひなぎく、ここにいたのか。お父様、会議はもうよろしいんですの？大変なことが分かったのだ。ええ、あなた方も来ていただきたいのです。この書物にはこう書いてあります。異世界より死者が現れし時、邪神もまた現れんと。さらに異世界の死者を喰らう時、邪神はよみがえらんとも書かれています。食らうって頭からバリバリ食われちゃうってこと？
焦らないでいただきたい。この書物にはもう一つ記述があります。別の箇所にはこうあります。邪神を封じしとき、異世界の使者もまた帰らん。それってそれって、つまり邪神をやっつければ私たちは戻れるってこと？確かにその通りです。しかしそう簡単にはいかないでしょう。こちらへ。目を閉じてください。つまりあの邪神を封印しない限り、私たちは元の世界に戻れないのよね。だけど、どうやって倒すでゲンマ？大きさだけだって太刀打ちできないゲンマ。あんな感じの剣だったわね。さよう。あの剣は覇者の剣といいます。邪神を倒せる唯一の武器だといわれ、代々受け継がれてきたものなのです。そして8年前、あの剣を使って邪神に立ち向かったのが私の妻です。
じゃあこれを使えば邪神を倒せるかもしれないのね。何これ、もしかして錆びついちゃってるの？この剣は私の一族の、しかも女性にしか抜けないのです。邪神は人が精神活動をする際に発するエネルギーを糧としているらしいのです。あやつに精神エネルギーを取り込まれた者は、その結果記憶や念といったものを失い、まさか。デジコ？デジコよ、デジコが危ないのよ。デジコ、プチコ、デジコは？どこに行ったの？知らないにゃ。遅かったみたいね。もう邪神のやつがデジコを探しに行くわよ。何があったかわからないのに闇雲に来ても仕方ないにゃ。落ち着くにゃ。
でもデジコはあんな恐ろしいやつに狙われてんのよ。早く早くしないとデジコが。傷は大したことはないようです。ですがまだ目を覚ましません。それではデジコ様は。私が参ります。私が母のように皆様をお救いすればよいのです。あの覇者の剣を使えるのは今は私しかいないはずです。大丈夫です。もしかしたら母のような立派な巫女になるための試練なのかもしれません。ありがとうございます。参ります。デジコ、待ってなさいよ。今この私が助けに行ってあげるわ。Thank you.
構似合ってるじゃない。ありがとうございます。エリカ様、どうなさったんですか？大変なの。さっき村中の竜の口からいきなり黒い煙が吹き出してきて。え？竜の口が？参りましょう。エリカ様は村の皆様を神社に避難させてくださいませ。わかったわ。気をつけて。なんだ、人違いじゃない。がっかりゲンマ。どうしたの？人のことジロジロ見たりして私の顔に何かついてる？言わないで。この私がデジコなんかの心配をすると思ってるの？第一、あいつが殺したくらいで死ぬと思う？どうせ今だってお腹減ったにょーとか言ってるに決まってるわ。見殺しにすると寝覚めが悪いから助けに行くってだけの話なんだから。何笑ってるのよ。私が照れ隠しに言ってるとでも思ってるの？勘違いしないでよ。デジコを倒すのはこの私なんだからね。あの、お取り込み中のところ申し訳ありませんが、話を戻してもよろしいでしょうか？わかってるわよ。
猫耳帽子にゅ。あんたこれどうしたのよ。私たちこれを探してたんだから。拾ったの。どこで拾ったってのよ。とりあえずこれは返してもらうわよ。そう。もしかして、あんたが邪神？邪神が喜んでる。え、あの、今何とおっしゃいましたか？あなたはもしかしたら封印の一族の方ではありませんか？封印の一族って？邪神の祠の封印を守っている一族がいるそうなんです。その、こんな風に角が。私も書物で読んだだけで、お会いするのは初めてなのですが。あの、お願いです。邪神の祠に案内していただけませんか？何ナンパしてるけま？乗り換えるにゃ。
こよ。参りましょう。正解みたいね。当たりだにゃ。遅いじゃない君たち。僕待ちくたびれちゃったよ。違いますわ。その子供からは凄まじい邪気を感じます。お姉ちゃんひなぎくだろ。神社の跡取り娘の。何しに来たのさ。味噌カスのくせに、そんなご大層な剣を持って僕をどうにかできると思ってるわけ？あんたが邪神だっての？なら御託並べてないでとっととデジコを返しなさいよ。
取り返せるもんなら取り返してみなよ。今のはほんの小手調べだよ。これからが本番だからね。この見られたら邪魔なんだもの。さあ、次はこれだよ。お姉ちゃんたち弱っちんだね。あのすっごいパワーの持ち主のお友達みたいだから少しは期待したのにさ。次は君だよ。危ない。待て、ひなぎく。雨土を滑る力もて、我横島なる者を風爆せん。しゃあ！今のうちに引け。な、何言ってるのよ。デジコがそこにいるのよ。ハジャの一族の長だね。僕の動きを封じるなんて生意気なんだよ。
我を怒らせたお前には褒美をやろう。喰らえ！早く逃げなさい。お父様。許せません。お父様をこんな目に遭わせるなんて。それでどうしようというのかね。早く叩き切っちゃいなさいよ。今頃気づいたのか、愚かな娘よ。それはお前がハジャの一族ではないからだ。すまない、ひなぎく。嘘でしょ。その剣が答えぬのが何よりの証拠。私はお父様の本当の娘ではなかったのですか。今まで黙っていてすまなかった。だがお前は私のたった一人の娘だ。お父様。なるほど、愚か者同士、親子のようではあるな。もはやその剣を抜ける人物は今この世界にはおらんのだよ。とりあえず逃げるにゃ。そんなものは痛くも痒くもないわ。
バカめ。目からビーム、ニュッニュッ。やっぱり出ないニュ。お前もわずかとはいえパワーを持っているようだな。ぜひ我の役に立ってもらうとしよう。こっち来るにゃ。お前みたいな弱い人間なぞに用はない。そこで黙って見ておれ。それよりも先にその目障りな覇者の一族から消し去ってくれよ。せいぜいあの世で仲良く親子ごっこでもするがよいわ。しっかりしてください。ありがとうございます。私は務めを果たさねばなりません。たとえ覇者の一族でないとしても、私はここにいる皆様、そしてこの村を守らなければならないのです。
母様、今こそ力をお貸しください。そんなバカな、なぜだ。なぜお前ごときに剣が答えるのだ。いけない。皆様、早く離れてください。当たり前でしょ。このラビアンローズ様がそう簡単にやられたりするもんですか。邪神が倒されたためにデジコ様は元の世界へ戻られたのです。皆様ももうすぐ帰ることができると思います。
た結構やるじゃない。見直したわ。よかったギマ、これでギマも戻れるギマ。ほかほかご飯が食べたいにゃ。んじゃ帰るわよ。いつまでこの扉が開いてるのかわかんないんだし。それじゃひなぎくん、バイバイ。ひどいこと言ってごめんね。デジコを助けてくれてありがとう。宇佐田様、どうかお元気で。うん、あんたもね。君たちのおかげで村の危機も去った。もう二度とこのようなことは起きないだろう。私の方こそ忘れませんわ。あなたが来てくださらなければ、私は何もできないまま何も知らずにいたでしょう。ですが私は真実を知ることができました。そしてそれを乗り越える勇気を分けていただきました。ありがとう。さようなら。
ったね。完璧戻った。到着するにゃ。させるもんですか。私の帽子返すにゃ。ラビアンキック。メカのキック。頭に何かついてるにゃ。ほれデジコ、鏡だげま。にゃー、なんにゃこのリボン。何って、あんた覚えてないの。覚えてないかって何がにゃ。どうしたの、リボンなんか見つめちゃって。ひなぎくのこと思い出してた。大丈夫よ、あの子はそんなに弱くない。それはあんたが一番よく知ってるはずでしょ。だいたいみんなデジコのせいなのよ。このうかつ娘のおかげで異世界には飛ばされるわ、変な保安官には捕まるわ、散々な目にあったんだから。豚箱入ったんよ。おまけに当の本人はさらわれちゃうしさ。何よそれ、私がデジコのことなんか心配するわけないでしょ。何言ってるゲンマ、デジコがさらわれた時思いっきり泣いてたゲンマ。うさだの目にも涙にゃ。なんでこの私がデジコのために泣かなきゃいけないのよ。そんなわけないでしょ。ちょっとあんたもなんとか言って。キー、だから泣いてなんかないんだってば。あれは涙なんかじゃなくて鼻水なのよ。お前本当に何も覚えてないのかにゃ。知らないにゃ、こんなリボン見たこともないにゃ。ありがとう。
た、まさか思い出したの？思い出したゲマ？思い出したニュ？コングラチュレーション。